マンションだとリビングのドアが片開き部で狭くなりがちなんですけれども、引き違いのアルミ格子戸を入れさせていただいて、あの入り口を広く取っています。であと畳コーナーは小上がりにしてますので、間接照明も入れて浮遊感を出しつつ、なんかリビングの一角としてあの馴染むようにも考えています。今回はキッチンを2列型を取り入れました。そのうちの1列をダイニングテーブルと一体型にすることによって、家族みんなで食事を楽しめるスペースと、家族みんなで食事を作れるスペースを確保しました。今回キッチンからサンルームから洗面室、回遊動線を考えた、リノベーションになっています。特徴的なのはキッチンにかなり光を、リノベーションさんの光を取り入れるというので、すごく明るい空間になっています。